こんにちは、吉谷さん。自分へのご褒美っていう言葉、私あんまり好きじゃないんですよね。なんかね、ちょっとね、ひどいこと言うようですけども、自分へのご褒美とか言ってビジネスやってる人の中でね、大した成果上げてる人がいないんですよ。なのに、何のご褒美だと思っちゃうんですよ。いや、確かにね、結果が出なくても、いろんなことを頑張って取り組んでいるってところに対してのお疲れ様っていう自分へのご褒美、まさにそこに文句を言う筋合いはないんですよね。自分で自分にご褒美をあげてるわけですから、ただね、やっぱり速稼塾に入って自分へのご褒美っていうのはまあご法度と言ってもいいぐらい、私はねちょっとシャープに反応しちゃいますよね、その程度でご褒美、誰もご褒美くれないから自分で自分にご褒美、もうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなと。まあけどこういう意見もあるんですよ。確か先週ですけども、いや、久保さんを基準にしたら誰もそんなにできないから言わないでくださいと、まあ言ってみればね、これね、速稼塾って弟子指定制度ですからね、弟子がね師匠によく意見が言えるなとは思うんですけども、まあでもね、今はビジネスもやってないですし、ゆるくゆるく接しないといけないかなと思いますね。まあまあそういう考えもあるなと。それでいいならそれを目をつぶりましょうという感じなんですけども、やっぱりね、厳しさを求めて、厳しいが目的でやるんじゃないですけども、やっぱね、オリンピックに出ようと思っても 100m15 秒じゃ出れないですから、そんなんで休憩してる場合じゃないよみたいなね、話になると思うんですよね。まあその人の話はさておきね、自分へのご褒美っていうのを素直に言葉として捉えてみると、まあ、吉谷さんも自分へのご褒美、例えば R34 みたいな形であったんだなと思いますしね、まあ、私もナイトライダーに加えて、まあ、セルシオをね、こちらの方をちょっとこの前買ってみて動画上げ始めたんですけども、まあこういう意見も入るんですよ、コメントで。そのね、ナイト2000をお前なんかが持つなと、ね、そういうお金の稼ぎ方で買っちゃいけないんじゃみたいなね、乗る資格がないんじゃないかみたいな、そういうことをねパラパラと書いてくださった方が一人いて、まあ似たようなコメントも今まであったんですけども、結局そのね、車に乗る資格がどうとかって言い始めるんですよ。これ誰に許可を得て車に乗る資格とかがあるのかなと思うんですけども、まあ、威張るつもりはありませんけども、いや、お金があれば好きな車がね、乗れてね、お金がなければ乗れない、ただそれだけじゃないかなと思うんですよ。値段がついてるわけですからね。もちろん金さえ入ればいいだろうっていうふうに高飛車になるつもりはありませんけども、でも最低限お金がある人が選択肢があって、お金がなければ選択できないというね、そういう意味では、まあ、ないのにせんね、確かに車検100万ぐらいかかって、で車体価格も1000万ぐらいにしたんで、そこそこのもんだなと思うんですけどもね。けどやっぱこう、幼い頃の憧れを実現しようと思った時に、あ、お金あるなと思うわけですよ。まあ、この家もそうですしね。あ、ちなみにね、もう一軒家をね買おうと思ってるんですよ。でも買っても使いようがないんでちょっと躊躇してるんですけども、大正時代に建てられた家で100年ぐらい経ってる家なんですよ。でもすごく頑丈で立派なんですよね。でそこにはね、台所というか厨房があったり、お手伝いさんが住み込みするための部屋があったりとかね、暖炉があったりとかね、縁側もでかいし、まさに私のイメージしてる家そのものなんですよ。平屋1階建てでね、2階なんてないわけですよ。でもその家をとりあえず買わないにしても、買うにしても、買うことができる立場にいると。自分が、あ、これ欲しいなと思ったら、自分に対してプレゼントできるというね。まあ、そんな立場にいるのは、まあ自分へのご褒美と言えなくもないかなと思うんですよね。だからね、なんて言いますかね。自分がこうしたい、ああしたいと思ってそれを実現する。その実現したところだけを切り取って、いいね、羨ましいね、
それをやる資格がお前はないんじゃないの、そんなお金の稼ぎ方で使うもんじゃないよ、買うもんじゃないよっていうのはありますけども、でもそこだけを切り取るとそう見えるかもしれませんけども、その裏側にはね、そこまでに至る誰もが到達できない道のりがあったと思うんですよ、ね、誰がたった一人で3年間で1億円ぐらい稼げるんだと思いますし、どこの誰がね、家を一括で買ったりとかね、何台も、まあ、車をねバンバン買ってみたりとかできるんだと思うと、なかなか人が歩けない道を来たなと思うんですよ。もちろん皆様のおかげだし、この頑丈な複数の精神と体力のおかげだし、まあ、あのコンテンツを提供してくださったねヒルズ塾のおかげかもしれませんし、まあでもね、本当に自分が中心にいて、そのおかげさまを集めて、で自分の持ち分もやりおせたってことなのかなと思うんですよ、うん、やっぱね R34 も宗谷岬まで行くのにアクセルを踏む人がいなければ行けないですからね。確かに車を売ってくれた人、作ってくれた人、メンテナンスしてくれた人、さまざまいろんな皆さんのおかげはあるでしょ。でもど真ん中に R34 に乗って踏み続ける人がいなければ宗谷岬まで R34 を連れて行ってあげることもできないですし、それはある意味ね、その R34 自体の思い出だと思うんですよ、ね、こっから R34 の話になりますけども、 R34 の立場になって考えた時に、いやー俺本当にいいオーナーさんに出会えてたんだなっていうふうに思ってるんじゃないですか。そして役割をね終えてピリオドを打って、うん、その R34 は新しい相棒のもとにこれからね出かけていくわけですよ。吉田さんも自分のフェーズに合わせて新しい相棒を探しに行くということかもしれませんけども、お互いにあいいマシンに乗ったなと、今誰の道を共に歩んでるのかなとかね、 R34 で吉田さんが新しい相棒に出会って、 R34 自分自身以上にその新しい、うん、マシンをね愛しているんだろうなと、 R34 から見て、うん、あの人に乗ってもらえるんだったら大事にしてもらえるよみたいなね、そんなメッセージがあるんじゃないかなと思いますね。私もねトランザムナイト2000誰よりも大事にしてると思います。誰よりもね、トランザムは世界に、まあ、何万台もあるでしょうけども、うん、まあ私もね、私ほど大事に乗ってる人間もいないんじゃないかなと思いますね。まあ乗ってるって言ってもね、あまり走ってないんですけども、それはメンテナンスに惜しげもない費用がかけれるっていうところが大切に乗ってるってことの証明の一つだと思うんですよ。結局そんな稼ぎ方で乗るもんじゃないっていうね、そういったことの考えに対抗するようですけども、でもどんな気持ちがあっても結局お金がなければメンテナンスできないよと、まあバッテリー交換した方がいいよ、タイヤ交換した方がいいよって言われても気前よく、じゃあまあ言われた通り早めに交換しときますかみたいなことで万全の状態にするんじゃなくて、ごまかしごまかし使いながらね、まだなんとか持ちそうだからあと 2,3 ヶ月様子を見ますみたいな感じでマシン自体に負担をかけるんじゃないかなと思うんですよ。まあいろいろとね、そうやって車の立場になって考えてみると、いや吉谷さんいいパートナーを持ちましたね。その吉谷さんとR34の関係は少なくとも私がね証明しますよ、もういい関係だったんだなと思ってね。まあ吉谷さんといえばもう R34と私の脳裏にはもう焼き付いてますからね。そしてこれからは新しいマシン、オープンカーいいじゃないですか。そのオープンカーに乗ってる時でも R34 は一緒に走ってるんだと思います。いってらっしゃい。